マジやった。ねえ、本当にお願い。いやマジ。いやー今の決めたかったな。やったわ。やば。ビヤンビヤン。グラムアップするからカガナイフです。うん、怒られろ。今日は自分がフォートナイトやる前にやっている編集マップを紹介したいと思います。結構自分でも1ヶ月程度で爆速になった方だと思うのでやってみてはいかがでしょうか。でいつもやってる編集マップはこの編集マップです。概要欄にコードを貼っておくので概要欄チェックしてね。見て見て、このスキーマーフィンさんとお揃いやねん。かわいいやろ。マーフィンさんにお揃っちですねって言われたやつやねん。ここのマップはですね、友達とこう1対1で私が立ってて友達が立っててって感じでやっていくマップです。イージーと何これなんて読む、メディウムでハード、プリハード、インポッシブルっていう感じで順番に並んでおります。友達とやれるのでめっちゃおすすめです。はい、どうも皆さんこんにちは、跡取りのかわいいちゃんです。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか言ったらよろしくお願いしますって。はい、4回でした。はい、ですね、集中してる時に全然喋れなくなるという現象ができてしまっておりまして、この時はね全然ねテンションがね高くなかったので、もうこのでも今はテンション高いので、こう視聴者のね耳をね混乱させていこうっていう作戦でやっております。はい、これね、床の階段、はい、屋根、はい、屋根、はい、壁、はい、階段、あー、間違ってますね、これね。ちょっとね、焦っておりますね、これね、何喋ればいいんだろう。うん、難しいな、これね。屋根をね、やっていこうと思います。で、まあ、これね、編集の動画を撮るのはいいんだけど、結構画面酔いする方だと、結構、インポッシブルとかの難しい方はねやらない方がいいかなと思ってるんですけど、結構ね画面酔いが激しいんで、編集マップはね特に激しいですよね。ホントないと結構画面の動きがしっかりしてるので激しいですね。はい、終盤に差し掛かっておりました。イージーさあ、かわいい選手、ミスはちょっとやったけど、ミスしたけど、さあこっからミスなしでいけるのでしょうか。かわいい選手の、もう疲れた、もう喋ることに疲れた、もうめっちゃ疲れた。冒頭の挨拶とのテンションの差が激しすぎて自分でもびっくりしてる今ね。この後別に挨拶の後撮ってるんやけどね、この後撮り全部編集マップ終わってから撮り終わってるんやけどね、なんなんやろうね、多分一つのことしかできない性格なんだと思います。はい、人間やっぱ女の子って一つのことじゃなくて複数のことできるって言うじゃないですか。でもなんか私の場合って女の子なのに複数のことができないんですよね。なんか一つのことと複数のことをできればいいと。まあ結構イージーは簡単なんで、当たり前か、結構初心者の方でもできると思います。これまあね、友達やるやつなんで、このなんか読めないよう分からん語の目薬、そちらをご覧ください。はい、ここからは友達とのねやつですね。跡取りのかいちゃんも一回失礼します。ね、結構ねこれミスったんすよね。結構やばい、あ、めっちゃしくるって言ってる。うまいんやな相手って言ってる。多分めっちゃうまいんですよこの相手が。編集めっちゃ早いんですよ。なんか大体なんか勝てなくて、この編集マップを一緒にやってる時もめっちゃうまくて、もうガチその人の編集速度になりたい。まあ視点はねそんな、まあまあ視点はちょっとまああれだけど、まあっていうことで友達と、まあ、競争しても絶対に負けられない戦いがここにあるっていうことでね、まあ結構ね水泳とかでもやっぱ負けられない戦いとかあるじゃないですか。こうね
あ、結構ね焦ってますね、カイリー選手。まあしっかりとね相手の選手にもね負けず劣らずついていってるんで、しっかりやってほしいですね。まあ結構階段の編集とかは、あの階段の編集って言ってもこういう階段の編集はいいんです。はい、こういうとこ、こういうところがマジで難しくないですか。なんかフォートナイトやってる方は分かると思うんです、こういう編集マジ嫌いなんですよね私。もう本当にね難しい。はい、クロンってしてね、はい、下がっていくやつですね、階段下がり。はい、しっかりね覚えておきましょう皆さん。テストに出ますよ、階段下がり。はい、皆様もねしっかりね覚えていただいてね、まあ、しっかりね習得してみんなでフォートナイトの最強を目指そう。まあマーフィンさんのことは好きだけど、目指せマーフィン越えをやってまあね行きましょうね。まあマーフィンさんめっちゃ強いですけど、まあそうですね、まあ中盤ですね、ここ中盤に差し掛かってきましたね。さあ床階段で降りていくやつですね。あの画面酔いの方もマジでごめんなさい、注意してくださいね、本当にごめんなさい。もうねこれねやってる自分はいいんですけどね、結構ね旗から見ると画面酔いすごいな、めっちゃ荒ぶってるなって感じしますよね。なんか結構荒ぶる視線ってあるじゃないですか、怠慢してる時だって。あの結構荒ぶっちゃうんですよね。もっとね綺麗なねやつを目指していきたいんですけど、やっぱ編集早くなるっていうとね、やっぱその荒ぶってしっかり登っていったりするっていうことがね、うん、何の話、何の話をしとるん、うん。さあ終盤に差し掛かってきました。さあここをちゃんと登ってしっかり床と階段をね編集していこうと思いますけども、まあ今のところ相手選手には勝ってますね。なのでこの調子でね、ミス、あーミスした、今ねミスしましたね、今ねちょっとねダメですね、これミスしちゃう。一回もこの編集マップでミスできなかった、ミスできなかったというかミスしなかったという方はもうコメント欄で現れてください、よろしくお願いします。これはねもう称えてね、称えて称号を送らないといけないので、一回もミスしなかったよっていう方はコメント欄でねしっかり出ていってください。はい、最後のね階段と床ですね、しっかり海選手ね失敗せずに、うん、めっちゃ失敗してる、うん、でやっていってほしいです。最後ゴール、目と目が合う、インポッシブルやっていきたいと思います。画面酔い注意。はい、またまた後取りのカイちゃん失礼します。これもやったんですけどね、もうめちゃくちゃ画面酔いがもうすっごいすごい、もうねこれねみんなねやってみてね、もうこれねコード入力してね書いてあるからね。てな感じで編成マップいかがでだった、いかがでだった、いかがだったでしょうか。まあ、チャンネル登録するとね、私のチャンネル登録するとね、まあ、ご飯がねハンバーグになるのでね、ぜひねみんなねハンバーグが食べたかったらチャンネル登録お願いします。そしてこの島のコードもちゃんと概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。